熱機関内燃機関、レシプロエンジンレシプロエンジンは、往復動機関あるいはピストンエンジンピストン機関とも呼ばれる熱機関の一形式である。燃焼熱を取り出す方法によって、外燃式と内燃式に対別される。燃料の燃焼による熱エネルギーを作動流体の圧力として利用し、まず往復直線運動に変換し、ついでクランクを用いて、 回転運動の力学的エネルギーとして取り出す、原動機である。初期の蒸気機関において、ポンプに使われたそれのように、往復運動を直接利用する場合もある。燃焼エネルギーをそのまま回転運動として取り出す、タービンエンジンや、バンケル型ロータリーエンジンと対地される概念でもある。船舶、自動車、非電格艦向けの鉄道車用、航空機といった乗り物のほか、 発電機やポンプなどの低地動力にも用いられ、一般的な動力源として広く普及した。20世紀中盤以降、航空機では大排気量、高出力のものからガスタービンエンジンに置き換わり、21世紀に入ると分野によっては再生可能エネルギーを利用したカーボンニュートラル化が容易な電動機に置き換わりつつある。 往復動型機関の最初の記録は、オランダのホイヘンスで、1680年に火薬を使って動力を発生させる考えを発表したと伝えられる。ベルサイユ宮殿の水役人だったホイヘンスは、ピストンと真空を熱機関として利用しようとする外、認められている。ホイヘンスの案は、シリンダーの最下部に燃焼部、最上部にピストンが置かれていた。 燃焼部で火薬を燃焼させ、この燃焼により発生した高温の空気が上部の弁から抜けていくだけのものだった。弁は一方通行の不勘弁であり、空気が抜けた後シリンダーが冷えれば内部の圧力が低くなり、当時発見されたばかりの真空の力により最上部のピストンが加工する際に力を及ぼすというものである。当時は火薬の爆発は危険なものとされており、 ホイフェンスの考えも真空利用の静粛性が特徴である。当時は内燃と外燃の区別はされず、熱から動力が生み出されるという考えであった。その後、フランスのアッペ・フォート・フューユやイギリスのモアランドラの草案があるが、これらも試作はされていない。ピストンエンジンはピストン型蒸気機関の祖といわれるドニパパンの蒸気機関で実現した。ドニパパンは、 ホイフェンスとも親交があり、ホイフェンスの案を試作し、検証したものの、当時の技術では、火薬の燃焼、ピストンや不瞰弁の製作は難しかった。そのためパパンは直接火薬を燃やすことではなく、外部で発生させた蒸気によって圧力を高める蒸気機関とした。火薬の燃焼の代わりに蒸気を使う点を除けば、ホイフェンスのものと変わらない。その後、正割が、 英国で特許を取得し、1705年になって、トーマスニューコメンの改良により実用的な蒸気機関となった。ニューコメン蒸気機関は、英国では炭鉱から水を抜き取るための排水ポンプ用途に使用された。ニューコメンが最初に機関を発明した時代は、その動作は非常に簡満なものであり、バルブの開閉は人手で行われていた。このバルブ開閉の進歩が、 蒸気機関の普及を促した。ニューコメンの大気圧機関のバルブの改良はバルブの開閉操作員だったハンフリー・ポッターという少年により1713年にロープや貨車を利用した最初の自動化の工夫がなされ、1718年にヘンリー・バイトンがさらに改良を重ねた。ジョン・スミートンがさらに様々な改良を施した。 50年以上もの間改良されながら1770年頃まで広く使われていた入古面式の蒸気機関であったが、ここまでの蒸気機関は往復運動をそのまま直線的動力として利用するものであり、しかもその力は往復以前に大けの片道通行の利用だった。ジェームズ・ワットは根本的に改良を加えた往復道蒸気機関を考案し、 1769年に英国で特許を取得した。これは本格的な回転動力の実用化に至る道でもあった。ピストンの往復の動きを回転運動として利用した最初のエンジンは、ワットの特許と同年の1769年、フランスで考案された蒸気動力の牽引車、急尿の放射である。これは、ピストンロットの先のクランクにラジェットを用いて、 回転運動に変換するものだった。ついで、英国で、ワットの元で働いていたウィリアム・マードックが、優勢ギアを利用して、回転運動を得ることを着想し、蒸気自動車を作成した。この往復運動を回転運動にする特許は、マードックではなく、ワットが取得している。ワットらはクランクシャフトを利用したかったが、同時期に特許がすでに取得されており、その仕様には、 ワットの蒸気機関の特許との交換条件を持ち出されたために使用しなかった。優勢ギアはクランクシャフトに比べて往復運動から回転運動への変換効率が低く、ワットは後年特許使用可能になったクランクシャフト方式に乗り換えている。1801年にトレビシックが蒸気自動車を製作し運転した。トレビシックはさらに1804年に 世界最初の蒸気機関車を製作し、試運転を行っている。1820年、イギリスの W セシルが水素ガスを燃料とした真空利用の大気圧機関を製作し、60rpm の動きを実現した。爆発時の騒音が問題となったがこれが世界最古のガス機関として認められている。しかし当時は蒸気機関の実用化が盛んな時期であり、 ガスエンジンはその後の研究があまり進まなかった。イギリスでは続いて発明家のサミュエル・ブラウンが1823年にガス真空機関の開発に成功。内燃機関だったが爆発の後に生じる真空によりピストンを引き戻すことにより往復運動を行うものであり、待機圧利用という点ではトーマスニューコメンの蒸気機関そのままの原理であった。 1825年には車両に乗せられ、この真空機関付き自動車は1826年の試運転で10.5分の1の勾配をたやすく登った。1827年には、テムズ川で船に真空エンジンを乗せて、公式試運転を行い、11から1 3トルを記録している。これらの実績によりブラウンは、来年機関の歴史において功績が認められており、また、 ブラウンのエンジンは実用になった最初のガス機関と認められている。もっとも当時は蒸気機関前世の時代であり普及には至っていない。1833年にはイギリスの WL ライトがガス爆発機関の特許を取得している。実際に製作されたかどうかは確認されていないが、後年ガス爆発機関としてはこの設計は完璧であり、製作されていれば ブラウン以上の能力が出せたと評価されている。ウィリアム・バーネットは1838年にリサイクル圧縮型エンジンと独自の点火プラグを開発した。イタリアのバルサンチとマテウチは1855年に世界初のフリーピストンエンジンを総案する。爆発により髪型に上がったピストンが重力により落下することを利用したもので、動力は ピストンのコネクティングロッドからラチェット付きで一方向、回転するギアを使って取り出した。極めて騒々しく、振動も激しかったが、来年期間の点火自体が不安定だった時代には、これでも比較的効率が良かった。フランスでルノー・アールが1860人にガスエンジンを商用化し、大型化が必然的で大規模工場でなければ使えなかった。 当時の蒸気機関に比べてコンパクトで軽便であったため中規模工場などでも一般に使用されるようになった当時の先進国の都市で普及しつつあったガス等用の石炭管流ガス配管を利用して燃料供給インフラストラクチャーの面も解決したことが優れており1860年は来年機関の本格的な実用化の都市とされるルノー・アールエンジンは往復道の2 ストローク内燃機関であるが、圧縮工程が事故の危険を伴うと危惧したルノアールの意図によって無圧縮の設計であった。このため、エンジンとしての効率は低く、実用内燃機関の先駆ではあったが、本格的な内燃機関の外は言い難い面もある。日本の内燃機関研究者の富塚清は、内燃機関の歴史で多少気の毒と評している。ルノアールは、 自動車も製作し、走行試験を行い、またセーヌ川でのモーターボート動力にも使用されたが、無圧縮型のガス燃料機関という効率の低さと燃料供給の制約から、工場等の低地動力以外では成功しなかった。ルノアールのエンジン以前には様々な案が試されていたが、ルノアールの商業的成功により明確な指標ができたため、 内燃機関の研究が急速に進むことになった。1862年、フランスのボードロ社が内燃機関としての4ストロークエンジンを提唱した。1867年、ドイツでニコラス・オットーとオイゲン・ランゲンがフリービストン機関を製作する。1873年、アメリカでブレートンが新型を開発ブレートン機関と呼ばれる。1876年、オットーは 後年のレシプロ式、ガソリンエンジンの直接の素形となる4ストローク式、ガスエンジンを完成させた。20世紀になって実用化がなされた航空機の発達はレシプロエンジンと共にあり、1950年代の後半までは飛行機のエンジンといえばレシプロエンジンと言われていた。航空機の性能はエンジンによってほぼ決定されるため、各国は より高性能の航空機を作り上げるために、高性能なエンジンを必要とした。そのために、エンジンの性能を上げるための様々な研究は、第一次世界大戦から第二次世界大戦において、その多くがなされている。戦後になると大出力の航空機用エンジンは、高出力プロペラ機用、ターボプロップエンジンを含むジェットエンジンに切り替わり、現代では、レシプロは、 小型プロペラ機の代名詞ともなっている。船舶においては20世紀初頭までは蒸気機関のレシプロエンジンが主流であったが、外年機関の蒸気タービンエンジンや内年機関のレシプロエンジンの実用化とともに徐々にそれらに置き換えられていった。現在では民間用途としてはディーゼルの内年レシプロエンジンが主流となっている。軍艦ではガスタービンエンジンと 蒸気タービンエンジンの採用率が高いが、内燃レシプロエンジンも一定数採用されている。鉄道車両においては、20世紀の前半期を通じて、蒸気機関のレシプロエンジンを搭載する蒸気機関車が主流であったが、電化区間では、電気機関車や電車に、非電化区間及び両区間の直通用では、内燃レシプロエンジンを搭載するディーゼル機関車や、機動車に、 それぞれを置き換えられた。ガスタービンエンジンはターボエレクトリック方式では需要例があるが、その最盛期はオイルショック以前で、また日本の国鉄のようにガスタービンを直接動力源とする車両は実用化されておらず、電気式、液体式、機械式のいずれでもディーゼルエンジンが大勢を占めている。熱効率の低い蒸気機関車もわずかながら保存鉄道としての運行は続いている。 自動車においては、最初期に電気自動車や蒸気自動車が検討、試作されたものの、その歴史を通じて、内燃レシプロエンジンが主流である。一時期ロータリーエンジンの採用が各社で検討されたが、結局は主流とならなかった。またガスタービンエンジンの自動車も実用化には至っていない。電気自動車は特殊用途に限られていたが、 近年は再び一般向きとして市販される例が増えている。しかし、これが主流となり、レシプロエンジン車を置き換えていくかどうかは未知数である。発電機やポンプなどの低地動力としては、20世紀初頭は蒸気レシプロエンジンが主流であり、他に選択肢がない状況であった。その後、それ以外の動力機関が普及していき、蒸気レシプロエンジンは完全に捨てられている。 発電など大規模用途としては蒸気タービンが主流であるが、それ以外では内燃レシプロエンジンが主流となっている。ただ、20世紀末よりマイクロガスタービンを含むガスタービンエンジンが新調しており、内燃レシプロエンジンを置き換えつつある。なお、上述の通り最初期のレシプロ蒸気機関は直線的動力として利用するもの、かつ大けの片道通行の利用だった。 航空母艦用の蒸気カタパルトは、現代においてはこれに相当するものであるが、将来的には、リニアモーター式の開発も進められている。またディーゼルハンマー式クイーちチ機は、21世紀初頭、現在でも生産され続けている現役の2ストローク短気筒、フリーピストンディーゼルエンジン製品である。シリンダー内の動作流体の加熱方法により年期間のレシプロエンジンと、 内燃機関のレシプロエンジンの二つに大きく分類される。それぞれの仕組みの概略は以下のようになる。外燃機関のレシプロエンジンには蒸気機関やスターリングエンジンがある。蒸気機関では高温の蒸気を駆動に使う。初期はトーマスニューコメンが作った大気圧の負圧を利用する方法がある。当時から高い蒸気圧を利用することは考えられていたが、 まだ工作技術が十分でなかった頃はそれに耐えうるボイラーを作ることができなかったため負圧を利用していた。ニューコメンの蒸気機関は効率が悪かったため、それをジェームズ・ワットが複水器を組み合わせて使うことで効率を上げ産業革命の原動力となり石炭を当時の主要なエネルギー源にした。ワットが老いた頃は工作技術も上がり、 高い圧力に耐えられるボイラーやシリンダーが作られる。するとその効率の良さから、負圧を使った蒸気機関ではなく、そちらを用いて蒸気自動車や蒸気機関車が広まった。また、蒸気圧を高めて使う蒸気機関が現れて間もない頃は、シリンダーが蒸気圧に耐えられず爆発する事故が相次いだ。これを見た、スコットランドの牧師ロバート・スターリングはより安全な。 熱機関を作ろうと、外年レシプロ機関のスターリングエンジンを考案した。高出力には向かないが、理論上は非常に高い熱効率を持つ。ただし、一般動力機関としては扱いにくい面もあって、ほとんど普及しておらず、むしろ空調等を目的に熱を移動させる、ヒートポンプシステムの分野でその原理が広く応用されている。内燃機関の例吸入圧縮燃焼。 膨張排気動作の仕組みはおよそ以下のようになり、これを繰り返す、すなわちピストンが往復動することで、エンジンは連続的に回転動力を出力する。外部からはガソリンやプロパンガス、軽油、アルコール等の燃料と、それに対して適当な量の空気等をエンジン内部へ供給する。液体の燃料は気化しやすいように微流化しながら使用される。まず、 シリンダー内に吸入した空気をピストンにより圧縮する。その圧縮空気中で燃料に何らかの方法で着火し、シリンダー内で急速に燃焼させる。十分な強度を持つシリンダー内で高温高圧の燃焼ガスが膨張してピストンを押し出す力となる。この力を受けたピストンの直線的な運動をコネクティングロットとクランクシャフトとにより回転運動に変える。燃焼ガスは 十分に膨張した後、外部に排気される。内燃機関のレシプロエンジンは様々に分類されるが、主な分類法を列記すると、以下のようなものがある。点火、着火方法による分類作動方式による分類気筒配置、気筒数による分類バルブやカムの種類、配置による分類。ありがとうございます。